介護士と保育士の夫婦デュオルズミカルガスの雑草男トトパンタカちゃんでございます。本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。紫色草親子で介護予防無理せず楽しく活性化。はい、本日のテーマはですね、毎日楽しくノートの習慣算数じゃんけんです。定番の大人気じゃんけんゲームに算数の足し算掛け算をこうブレンドしまして、脳トレ体操に仕上げたアクティビティでございます。いやー、ちょっとやってみましょうか。これはですね、まず2人組作ります。2人組作って、算数じゃんけんじゃんけん、このなんか決まり言葉があるみたいなんですね。決まりのこの入りが算数じゃんけんじゃんけん膝ポン、あ、じゃあ算数じゃんけん膝ポンほい、算数じゃんけん膝ポンほいで、お互い、向かい合って、じゃんけんを出すんですけども、グーチョキパー以外にもこれは、1,2,3,4,5,5 までどれを出してもいいんです。そして例えば僕とレモンちゃんで やった場合、算数じゃんけんじゃんけんほい、僕がこう1と2を出して、レモンちゃんがチョキチョキ、出した場合、これを瞬時に足し算します。1と2で3やから、ね、レモンちゃんが2と2で4やから、4と3で7。7って先に、足し算をして先に7って答えた人が1ポイント。これで、だから足し算ですね。足し算で脳も使って、素早い反応。ですね、もうこれ時間制限がありますから。素早い反応。しかもこれ、ポイント、例えばそれで先に5ポイント取った人が勝ちとか、ゲーム性を加えて、よりこれね、スリリングにこう、やる気をかき立てて、やっていくと、面白いんではないでしょうか。楽しむと、脳の活性化率もぐんと上がりますから。うん、これはね、ちょうど、レモンちゃんとやるにも、ちょうどいい、ゲームかなと思っております。レモンちゃんはもう、楽しく、脳がね、発達しますし、まあ、僕らは、楽しく脳が、若返ると。いいかなと、親子でね、介護予防ぴったりのアクティビティだと思います。ただこのね、さらに上レベルアップ、掛け算っていうのがあるらしいんですけど、それはまたレモンちゃん掛け算できないので、1年生なんで。俺とヒューガさんで、これ掛け算は相当難しいですよね。算数じゃんけん、じゃんけん、ほい！ま、これ3と3と、5と5、もうどっちも同じやつ出したとしても、僕3と3、ヒューガさん5と5出しても、サザンが9でしょ？ 9 と5で9を45で、45×5 で、ああ、もうこれ、あかん、かかんの分からへん。45と5で、5525、あれ ?5420、225、あ、分からへん、225? これは難しい。はあ、ちょっと掛け算になるとかなりの、脳トレ効果がね、上がると思われます。さあ、今日はもうこれ2人組でやるやつなんで、早速ね、親子で実践編。やっていきたいと思います。算数じゃんけんじゃんけんほい、6、算数じゃんけん実践編、はい、出ましょう。さあ、今日はですね、1対1の対決なんで、まずはレモンちゃんでございます。絶対負ける、まず、タカちゃんの方が早く計算できる。何言ってんの、計算最近覚えてむっちゃくちゃなんか賢くなってるくせに。計算苦手なの一番、まあ、で算数が。いや、そんな、ほんま、そうな、形系はいけんねんけど、うん、なんか何系いけるって、形系、図形は、図形得意なんや。図形とか、うん、棒とか、うん、棒を並べたりするやつとかは、うん、まあ、できんねんけど、うん、算数の計算が、まあでも足し算ですからね。だから今日のね、算数じゃんけん、どんなんかと言いますと、まず掛け声からやりますね。算数じゃんけんじゃんけん、膝ポンほいで、両手を出すんですけども、これはね、グーチョキパー以外何でもいいです。1,2,3,4,5,0 何でもいいです。両手2と3とかでもいいですし、0と1とかでもいいです。自分の好きなの出してください。そしてお互い自分の好きな4本の手を出します。その4本の手を一瞬にパパッて足し算して、答えを先に言った人の勝ち。で、ヒューガさん、はい、先に5ポイント多いか、3ポイント先に取った人の勝ちです。はい、はい、審判お願いしますね、うん、その次ヒューガさんと僕と対決しますから、いきますよ。レモンちゃん勝負だ。はい、
そこでもっとちょっとこっち向けといて、ヒューガさんに分かるようにいきますよ。算数じゃんけんじゃんけんほい。はじ。はい、まんちゃんいっぱいいった。算数じゃんけんじゃんけんほい。ゴー。え、同点か今の。同点。これむっちゃむずい。もうまず出すときにあの違ったやつ出せへん。へー、うわ難しい。これ難しい。ノートレになりますよこれは。はい、今のはアイコにしましょう。アイコ。今1対0ね、うん、はい、いきますよ。算数じゃんけんじゃんけんほい。 2! あ、待った。どうですか審判。へぇ、同時ですね。なあ、まだ1対0。いきますよ。算数じゃんけんじゃんけんほい。 10! たかちゃん、よしよし、いくぞ。算数じゃんけんじゃんけんほい。2! あ、レモンちゃん、これすごいやん。これね、あの右と左別々の動き散々やってるでしょ、うん、で1と3とか出そうと思うねんけどとっさに出えへん。へぇ、うわこれは脳トレになりますよ。さあ、あ、リーチですね。次レモンちゃん勝ったら勝ち。いきますよ。算数じゃんけんじゃんけんほい。 6! よっしー、リーチ。さあ、いきますよ。算数じゃんけんじゃんけんほい。 5! よし、はい、はい、次、そしたら、レモンちゃん審判行ってください。そして、ヒューガさん、このレモンちゃんの敵を打ってください。はい、はい、さあ、同じやつ出してもいいの。同じやつ出してもいいですよ、はい、ただ、違うやつ出すと、相手をこう混乱できますからね。はい、いきますよ。楽しい。はい、まだレモンちゃんしっかり見といてくださいよ。はい、はい、はい、勝負だ、ヒューガさん。算数じゃんけんじゃんけんほい。よ、ご、九。ほら、むずいやろ。たかちゃん勝ってんの。勝った、今は九やもん。なら、たかちゃん1ポイント。よし、1ポイント。はい、はい、いきます。算数じゃんけんじゃんけんほい。9 4と5で。なちょっとあれやねんけど、こっちの手が見えづらい。見えづらい。うん、あの、ニカさんが。クレームで、あしゃ、クレームね。まあでも、まあ。ニカさんが見づらい。まあ、いいですよ。僕、だって最初1回戦目で、だいぶ練習しましたから、ちょっとハンデとして、今のノーカウントで、1対0にしてください。はい、いきますよ。算数じゃんけんじゃんけんほい。11! あー、合ってる合ってる。ヒューガさん1ポイント。よし。合ってるか分かんないからね、ロン。うん。そんなにもっと分かんない。算数じゃんけんじゃんけんほい。15! 合ってる？あ、4と。8? 16と。あれ ?16、3、4、12と。あれ俺16って言ったか。なんて言った。たかちゃん15って言った。あ、15って言ったな。15って言ったやん。15やん、合ってるやん。たかちゃん1ポイント。よし、今リーチですね。はいはい、次たかちゃん勝ったら。頑張れ、ひろがさん頑張れ。はい、さあ、すーじゃんけんじゃんけんほい。15。あー、よし、ちょっと待って、最後なんだ。ちょっと待って、最後待って。何よし、あれで行く。はい、行くよ。算数じゃんけんじゃんけんほい。8。あ、え、同じ。え、たかちゃん、はい、やった、勝った。なんで、これごめんなさいね、この角度見にくいな。本来ならこのカメラに見やすいようにこうやってるから、こうやったらもうちょっと見やすかったけども、うん、まあそういうことで、まあ仕方ないってことで負けた。ずるってことです。ずるではずるではない。ずるではないけども、あのちょっとヒューガーさん。いけずでもないやろ。俺みたいな人がいけずやって、世の中の人全員いけずやぞ。はい、そしたら、レモンちゃん、そしたらね、あと、掛け算っていうのもあるんですよ。分かった。レモンちゃん、掛け算できますか？できないよ。そしたら、ちょっと、驚き。そしたら、掛け算やってみます、はい、これ難しい。まあちょっとこう向かってみましょうか。さあ、レモちゃん、判定できないか分からんから、うん、
分からんから、うん、先に言った方覚えとくから、うん、どっちどっちが合ってるって言うから、うん、OK。 これも難しいからもう3ポイントする？3ポイントやるかやろうか。はい、はい、算数じゃんけんじゃんけんほい。15。え、違う、どういうこと、掛け算って何？12。掛け算やん今。こう、はい、皆さんこう、僕12って言っても15って言いましたね。2、3が6でしょ。6かける6に12。私3と5をかけて3、5、15にしてんけど。あ、そっちのパターンでいく。どういうこと。いや、僕はもうこれ全てバラで、バラで4つかけんの。4つかけんねん。だから6かけたら12になった。10な、2、3が2、2、3が6でしょ、うん、6かける2は12、うん、で、12に1かけても12。まあこれは練習ということで、はい、あのルールとしては美香さんのルールもあると思うんですけども、今回はあの足し算と同じ感じで4つを全部かける。むっちゃむずいでしょこれ、うん、はい、ちょっと基本的なことだけど、4つはどこからかけても同じ答えになる。同じ答えになります、かけ算は。はい、算数じゃんけんじゃんけん、はい、20。待って、グー、そんなに0かけたら、あ、0かけたら0、0、0。違った。あ、ヒューガさんが1ポイントか。ほんと俺間違ったよ。ヒューガは何も答えてない。でも0かけたら0やもんな。マイナスか。ほんとマイナスポイント。うん、マイナスや。だって間違ったもん。お手つき16って言って、うわっ、あれ4520って言って、間違えたら、あの間違えたら、うん、その間違えた人が、うん、あのマイナス、マイナス、マイナスってこと。じゃあ間違ったらもうこっちが勝ちやから、こっちがプラスでいいやん。1だから1対1。ただこれだから0、どんな数字でも0かけたら絶対0になるから。だってもっとグー出したらすぐに0って言えるから、グー出すのなし、グーなしにしよう。はい、ラスト1対1で最後これで勝負、もう2ポイント制にしますよ。そしてこれで勝負は決まりまして、グーなし、0なし。はいはい、なぜならば0は0になるから。いきますよ、最後。はい、算数じゃんけんじゃんけん、はい、うわー、え、160。ちょ、どう、わからん。4と4と2と5、まず僕がやったのは4と5で4、5、20ってして、うん、20を2かけたら40でしょ、うん、あれ4、5、20をと4かけてで80でしょ、うん、80を2かけたら160。合ってますよねこれ。うん、合ってんな。はい、なこの勝負高ちゃんの勝ち。わー、はい、そしたら、はい、あ、あと喜んでる、違う違う、喜んでる、驚いてんのか、違う違う、驚きと悲しみ、怒りなんかいらない。怒り、な、最後レモンちゃん見、そしたらレモンちゃん最後怒りの、怒りを沈めていただいて、怒りなんかいいことあらへんから、あの机の上、怒りよりもね、ヒューガさんと僕が出すあの数字を足してください。はい、またね、歌ってリズム体操の時にね、感情一番使いたいと思いますが、最後レモンちゃん、こっち来て、はい、はいはい、せーので、ヒューガさんと足したね、うん、はい、いきますよ。僕たち出したのを答えてくださいね。それで終わりますからね。算数じゃんけんじゃんけん、はい、はい、さあ、なんぼだ、はい、ここですね。はっ、え、いや、9あってな、合ってる、はい、正解。隣に皆さんも算数じゃんけん、これすごくいいですね、ノート、これにね、うん、意外と良かった、これ5に、うん、1と3、うん、5置いといて、うん、1と3して4で5で賢い、うん、やるやん、算数もできる、できる、ずっとやだ、やだ、もっともっともっとみんなできんな、かけたみんなできんぞ、いいな、ね、人と同じ比べなくてもいいです。レモンちゃんはレモンちゃんで、ね、少しずつ成長していきましょう。それではまた会いましょう。レモンちゃん来て、さようなら、やばい、バイ、いや、怒ってる、怒ってる、怒ってた。最後は私実家帰る言ってたな、子供産んで必要なんだな、病気して入院して手術して元気に戻ってきてくれた時は嬉しかったけど、君はますます
動画とは、雑草男タカちゃんが親子の力を借り一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事26歳になるまでのアクセクトの日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてダウン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹色。